電車で撮影された第5話、座席一人分、カバン寄せ、足閉じ、傘しずく配慮だった。第5話、実家所有の平成の色紙を紙袋手持ちで持ってきた後醍醐天皇。料理超初心者の醍醐は自身の料理番組で、目の前には何も置かれなかった。醍醐は皮むきを先生に大絶賛された後、先生の料理を見学し、おいしく食べて洗い物して終わった。醍醐は握手をする際、トレードマークの手袋を普通に外して握手する。醍醐はプロポーズ計画をメディアにばらされ、やめてくださいと怒った。娘を叱るのが苦手な醍醐は、精一杯の目が限界。3歳の娘に、パパ結婚しようと言われた醍醐は、いつ既婚の事実を伝えるか悩んでいる。